では皆さんおはようございます。おはようございます。少しずつ暖かくなってきてとても嬉しいです。今日はみんなも頑張ってきてくださってとても感謝です。では2018年2月11日第一礼拝を始めたいと思います。ではその前に総額の中で心を静めて神様を待ち望みたいと思います。リビングプレイズの116番、117番と続けて賛美をしていきたいと思います。許される方はお立ちください。
アロンとその子らに告げて言え、あなた方はイスラエル人をこのように祝福して言いなさい。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。彼らが私の名でイスラエル人のために祈るなら、私は彼らを祝福しよう。愛する天のお父様、あなたの皆を賛美いたします。聖霊様、あなたを歓迎します。またこの真ん中にイエス様が共にいることを、また生きて働き、私たち一人一人の中に住んでいらっしゃることを感謝いたします。本当にこの寒い中ですけれど、兄弟姉妹の歩みを守ってくださり、その戦いを共に戦ってくださり、こうしてこの礼拝に共に集まり、あなたの前に感謝をし、心を鎮め、また兄弟姉妹の顔を見る時を与えてくださっていることをありがとうございます。この短い時をしば祝福してくださり、あなたの清い霊を、また愛の霊をいっぱいこのところに満たしてください。またインターネットや DVD で視聴しておられる私たちの大切な兄弟姉妹にも、主が生きて働いてくださり、ここにいる以上の主の恵みがありますようにお願いいたします。また本当にこの寒い中で病にかかったり、なかなか外に出られなかったり、またいろんな戦いの中で教会に足を向けることができない兄弟姉妹、また私たちの愛する関係者お一人お一人を覚えてくださり、そのところにも神の国を与えてくださり、主の技がなされますようにお願いいたします。本当に私たちはリバイバルの歩みということで、本当にこの恐れながらかもしれませんが、一歩踏み出しているので、主が共に祝福してくださり、私たちの家族に、また親族に、関係者に、また教会の本当にあらゆる場所においてリバイバルの技を起こしてくださいますように、盛岡に、岩手に、日本に、世界の愛する兄弟姉妹たちのいるところにリバイバルを起こしてくださいますようにお願いいたします。また使わされて、本当にそこで戦っておりなさるこの宣教師の方々、牧師の方々、またそこにいる兄弟姉妹の上にも主が共に働いてくださいますように、フィリピン、オーストラリア、心から花巻の働きを今日も祝福してくださいますようにお願いいたします。また本当に今日は本当に主のよみがえりの記念する主の日の礼拝ですので、私たちも新しい力をいただいて、この1週間も感謝をして、喜んで、また祈りながら、賛美しながら、一週間過ごすことができますように助けてください。感謝してイエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。ではもう一度と許される方はお立ちいただきまして、歌集の14番15番と賛美をしたいと思います。この山はつらい。
次の命あ
新約聖書の2ページになります。では読ませていただきます。マタイの福音書1章21節、マリアは男の子を産みます。その名をイエスとつけなさい。この方こそご自分の民をその罪から救ってくださる方です。後ほど霊が生き返る道と題しまして、ベニヤミン中野牧師よりメッセージをいただきます。ではその前に特別賛美の方をお願いいたします。
それではもう一度お聞きください。歌集から2曲、300番と293番。え、何？これを歌います。あれ自分でやってみて。はい、みんなでね、大きな声で歌います。主イエスを信じなさい。そうすればあなたも家族も救われます。この言葉によってスタートしたこの年、あなた方はイエス様を信じることによって家族を、また仙台にまで祝福が及ぶという、その言葉に立って進んでいきなさいと称おそられます。あなたの信仰に応え、あなたの祈りに応え、私はその技を成していくと称おそられます。確かに私が働くのをあなた方は見るであろうと主は仰せられます。あなた方はしっかり立って、私がなすことをまた感謝をし賛美をし信仰に立って見ていきなさいと主は仰せられます。確かに私が技をなすのをあなた方はしっかり立っているものは見るであろうと主は仰せられます。この人間の罪とは何であるか、第二の助け主である聖霊様が天から下ってきて、罪について、義について、裁きについて語られましたけれども、罪についてとはイエス・キリストを信じないからであると語られており、
人間の罪とは何であるか、すなわちイエス様を信じないことが罪であること、これをあなた方は明確に伝えて教えていかなくてはならないと称されます。まず私はあなた方のうちに、あなた方一人一人にまた教会にリバイバルの技をなすことを覚えなさいと称されます。それはすなわちあなた方一人一人が変えられるということであるので、あなた方一人一人は私によって変えられる備えをしていきなさいと称されます。ある時はそれで少し痛い思いをしたり、また苦しい思いをすることがあるかもしれませんが、その中で確かに私はあなた方を変え、祝福の器として立て、また用いていくことを覚えなさいと称されます。ハレルヤ。それでもう一度先ほどの293番主にご苦労一度歌います。どうぞお座りください。